GHC タッグ王者 TMDK の2013年 GHC ロード 5.12 箱舟新章ノアに正式入団。同日 GHC タッグ王座に初挑戦。王者矢野飯塚に敗れ王座体感ならず。 7.7 有明 GHC タッグ2度目の挑戦。矢野飯塚へのリベンジに成功し悲願の GHC タッグ王座体感を果たす。8.24 後楽園初防衛戦は大日本の佐々木義人石川慎也を迎え撃つ。前から後ろからもう乱れ打ち乱れ打ち、持ち上げる V1 達成。 10.5 横浜2度目の防衛戦はノーマーシーの強力タッグ杉浦隆高山義弘と。V2 達成。 12.7 有明恩師ハーリー・レイスさんも見守る中、ブレイブの最強タッグ丸藤直道中島勝彦を相手に3度目の防衛戦。V3 達成。プロレス大賞最優秀タッグ賞を受賞した。ノアフルギフトインディファ2013第7試合を迎えます。これから今年大活躍しましたGHC タッグチャンピオン TMDK の2人マイキー・ニコルスとシェイン・ヘイストが入場してまいります。今年はこの7月に GHC タッグを取りましたこの TMDK の2人です。マイキー・ニコルスそしてシェイン・ヘイスト、そして年末にはプロレス大賞で最優秀タッグ賞にも選ばれました。まさに日本を代表するタッグがこの2人です。シェイン・ヘイストがぐるぐるとルートルコーナーでそのタオルを回しています。そしてシェイン・ヘイストがいるそのリングにマイキー・ニコルスが入ってまいりました。そしてファンと記念撮影に臨んでいますこの TMDK の2人です。今年のノアの戦いもこの GSC タッグの2人が姿を現したこの第7試合、そして最後のメインイベント、あと2試合ということになりました。そしてこの TMDK と戦うのは抽選で選ばれた2人、マイバッハ谷口と中島勝彦です。まず入場してくるのはマイバッハ谷口です。先日12月17日にはこのマイキー・ニコルスをシングルマッチで破ったという実績もありますこのマイバッハ谷口です。さすまたを2本手にしています。新しいマスクをかぶってマイバッハ谷口が入場してまいりました。12.7 有明コロシアムで柴田とシングルマッチを戦って、その時に素顔を晒しました。しかしそれ以降また新しいマスクをかぶって戦いに臨んでいるこのマイバッハ谷口です。この漆黒のマスクをかぶっていますマイバッハ谷口。そして今日このマイバッハ谷口とタッグを組みますのは中島勝彦です。 12.7 有明コロシアムではこの中島勝彦と丸藤直道が
タッグを組んで、そして TMDK の持つベルトに挑戦しました。しかし勝負タイム17分59秒、この中島克彦がスリーカウントを聞いて、そのベルト体感には至りませんでした。再び巡ってきたこの GSC タッグチャンピオンとの戦い、果たして今年最後の戦いでどんな戦いを見せるんでしょうか。タッグマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー240パウンド、マイバッハー谷口。マイキー・ニコルスを撃破した実績を持つマイバッハ谷口。中島克彦 12.7 アリコロの借りを返す中島克彦。 GSC タッグチャンピオンチームTMDK 245番号、チェインヘイストーン。 GSC タッグチャンピオンにしてプロレス大賞最優秀タッグ賞、 TMDK チェインヘイスト。マイキーニコルス今年大活躍、 TMDK マイキーニコルス。時間無制限の一本勝負です。さて放送の解説は佐久間和彦さんです。佐久間さん、はい、この TMDK の GSC タッグに対戦するのがこの中島とマイバッハ谷口、はい、どんなこのパートナーシップになるんですかね。これやっぱり本当に抽選ならではのカードで、マイバッハは、ね、今パートナーがいないので、はい、基本的にはシングルマッチしか行わないですよね、その、ね、タッグマッチがここで見られてしまう、はい、しかもパートナーが中島克彦ですからね、しかも何をしてかあっと、マイバッハ谷口がいきなり突っかかっていた、ね、いきなり突っかかっていきました。全く中島とは目を合わすことはありませんでした。今ゴングが打ち鳴らされました。時間無制限の一本勝負です。さあマイバッハ谷口がまずはこのシェインヘイスト、そしてマイキーニコルス、さらにはシェインヘイストが赤コーナートップから狙っている。マイキーニコルスが起こしたところ、さあ赤コーナーに引き連れていって早くもタッチを交わしました TMDK の2人です。まあ、この佐久間さん、はい、TMDK の2人は今年5月にこのプロレスリングノアに入団しまして、あの7月には GSC タッグを有明コロシアムで取りました、はい、まあ、あの大活躍の1年だったと言っていいと思うんですけれども。そうですね、本当に飛躍の1年になりましたよね、はい、もうそのポテンシャルっていうのはもう、ね、以前から分かってはいましたけど、はい、今年は、ね、やっぱり結果を出したということで、ね、はい、本当に自信も得ましたし、防衛戦のたびに本当にチーム力が高まってきましたよね。本当に目に見えに分かりましたよね、まあ、最初は佐々木石川という大日本プロレスの2人だったんですけれども、その後ノーマーシーの杉浦高山、あるいはブレイブの丸藤中島、はい、この3チームに防衛を重ねてきたこの TMDK の2人です。そしてシェインヘイストが入ってきました。この、 あのコンビネーションというのが非常に素晴らしいですよね、はい、そうですね、もうやっぱりこうお互いの信頼関係が抜群ですから ね、はい、ね、片方が、ね、ローンバトル強いられる時があってもね、はい、もう本当信頼感を持って戦ってますよね、まあ、以前高山が言っていたんですけれども、このあっとマスクに手をかけている、マスクに手をかけている。有明コロシアムではマスクを破られました。そして新しいマスクをかぶっているこのマイバッハ谷口です。まあ、高山があの以前言っていたんですけれども、まあ、この TMDK の2人というのは以前に比べると動きが速くなった、パワーもある、そして飛べる、3拍子揃っている選手がこの2人なんだという話をしています。そうですよね、はい、またね、今年はそれぞれケンタの、ね、G1 ヘビーに挑戦して、シングルでの本当に、ね、経験というのも積みましたからね、はい、この個々の実力がアップしたというのもね、さっきのチーム力のアップにつながってますね、そうですね。ただこのおっとレフリーただりそうだ。そして後ろから急所攻撃を見舞っていったマイバッハ谷口です。そのマイバッハ谷口がシェインヘイストを場外に落としました。そしてそのシェインヘイストに対しては中島克彦、中島克彦鉄柵の外にこのシェインヘイストを飛ばしています。さあ、ただ TMDK もう一人のパートナーマイキー・ニコルスはこの状況を戦況をじっと見つめているという状況です。マイバッハも行きましたね、2人がかりで勝負を仕掛けようという場外戦を仕掛けていくこの
抽選で選ばれましたこのマイバッハ谷口と中島克彦。いやこれね、マイバッハ一人で暴走ですよね、本来ならね、パートナーに任せて、場外戦任せて自分はリングで待機っていうのはタッグマッチのセオリーですけど、これ自ら全部言ってしまいましたね。中島克彦は青コーナーの脇にまだ戦況を見つめて控えているという状況です。一人で戦いを挑んでいるこのマイバッハ谷口、そのマイバッハ谷口が客席の南下にあります通路の方に引き連れていって、そしてそこで攻撃を仕掛けています。さあ GSC タッグチャンピオンが苦しめられています。さあここで担ぎ上げて、あーっと高い床に向かってパワースラム、ボディースラムを放っていきました。そして今度は椅子攻撃、椅子攻撃を仕掛けていきます。さあ今度は場外カウントが数えられます。さあリング上には誰もいないという状況です。そして場外でこの中島克彦とマイキー・ニコルスがやり合っているという状況、ゆっくりとリングに戻ってきましたマイバッハ谷口です。これはね、はい、パートナーの中島もそうですけど、TMDK の方も非常に戦いづらそうですよね。そうですよね、まあ、中島克彦がじーっとそのマイバッハ谷口の動きを見つめています。まだこの中島克彦は試合の権利をもらってないわけですからね。そうですね、これやっぱり本当に一人一人で戦うような形になりますから、必然的に相手チームも分断するという形になってしまって1対1の状況というのはできますよね。これ TMDK としてはこう相手チーム意図したものかどうかは分からなくても、ちょっとやりづらいですよね。手を伸ばしていますがタッチは交わしません。強引に中島が行くか、それともそれを無視し続けるのか。あーっと今中島克彦がタッチを背中をタッチして、まあ、これ試合の権利どっちに戻ったのかっていう感じもしますけれども、レフリーは交代を認めてますね、はい、これ。さあ中島克彦が中に入ってきました。やめないです、ね、しかしマイバッハ谷口の攻撃がとどまるところを知りません。さあ中島克彦はどうするか、反則カウントが数えられます。マイバッハ谷口を制していこうというこの中島克彦、その中島克彦にエルボーを放っていたマイバッハ谷口が今ようやくセカンドロープをまたいでエプロンサイドに戻りました。さあここでこのシェインヘイストは青コーナーに、そしてタッチを求めます。なんとかこれね、相手をとしてるんですよね中島の方は、はい、今ね中島握手を求めたと思うんですよね、はい、一緒にやろうというタッチをけたわけ、ね、してしまいましたよね、もう俺がやると、ただこのマイバッハ谷口にとってみれば12月17日にマイキー・ニコルスに勝利をシングルマッチで収めたという実績もありますからね、うん、これやっぱね個の力はね、マイバッハも中島もありますから、はい、これね DMDK こういうねガヤガヤした展開に持ってこられると意外と厄介ですよね、そしてこのマイバッハ谷口、ただその GSC タッグチャンピオンに勝ちましたけれど、ね、ここでタッチを交わします。勝ちましたけれどもその狙いはタッグチャンピオンじゃなくて、うんね、その12月7日に敗れている柴田であり健太でありという話もしています。やっぱりねマイバッハとしてはあのマスクを剥がされた屈辱というのはあるでしょうね、そして来年の1月5日には永田とのシングルマッチも控えた。後ろからマイバッハ谷口が抑えているところ、中島のそのドロップキックは空振りとなりました。なかなかコンビネーションがうまくいかないこの青コーナーの2人です。さあ3-4ホールドで捉えている、しかし中島がそこに加勢することはありません。さあ十分にマイバッハ谷口がダメージを与えました。中島克彦も頭の半分はマイバッハとのそのこれ中島は非常に戦いづらいですね、マイバッハは自分のリズムで好き放題やってますけどね、中島こうなんとかしてこう試合成立させようとしてますから、はい、さあ中島克彦が後ろからこのシェインヘイスを捉えてスリーパーホールド、
まあ、中島にとってみればあの12月7日、まあ、このディファ有明の隣にあります有明コロシアムで GAC タッグに挑戦しましたけれども、この TMDK には敗れています。さあここでタッチを交わしました。ここは普通に交わしましたね、はい。まあ、前バッハ、ね、自分が試合権利を得る分にはこういいと思うんですけど、この後ですよね。なるほど、はい、マイバッハが手を差し伸べるのかどうか。さあ押し込んでいきます、まあ、TMDK はこのシェインヘッドが長く捕まっています。これやっぱりねタッグマッチのリズムじゃないですから、はい、中島マイバッハ組が、それによってねなかなか TMDK のリズムにならない展開になってしまってますよね、これ、はい。ただ今日の試合で GAC タッグチャンピオンとして来年を迎えることができます。そしてプロレス大賞の最優秀タッグ賞にも選ばれました。負けるわけにはいけないんですよ ね、 エルボー落ち込んでいきました、まあ、即席チームに、ね、負けてしまうわけにいかないですからね、はい。さあここでマイキー・ニコルスにタッチを返します。さあマイキー・ニコルスが入ってきて、そして十分に体を休めていたそのマイキー・ニコルスがマイバッハ谷口に挑んでいきます。さあかわしておいてバックを捉えた、しかしバックを切って、そしてにやりと笑みを浮かべてラリアットを放っていった。さあさらには今度は低空のラリアット、そして片指が攻めリング中央カバーに入る、カウンター2です。まあこの間にマシェインヘイストはうまく体を休めておいて、はい、そしてマイキー・ニコルスが十分にこのダメージを戻しておいて試合に入ってくる、このあたりのうまさっていうのはありますよね。そうですね、個々の、ね、力がありますから、ね、ここでタッチを交わした、はい、TMDK はね、本当一人の力で一気に、ね、流れ変えることもできますからね、マイバッハがタッチを求めましたね。いやこれね、徐々に呼吸が合ってくると厄介になってきますよ、 TMDK としては。そうですか、はい、中島のリズムとマイバッハのリズムが全く違いますから、これねそれぞれ違う人と戦わなければいけないわけなので、はい、うまい具合にタッチがねスムーズに回るようになってくると非常にこうチャンピオンチームとしては厄介になりますね、カウンター2です。試合時間が10分を経過しました。ただ時間無制限の一本勝負です。果たしてどこまで試合は伸びていくのか、必ず決着がつくわけですからね、はい。さあここでカニバサミ、あーとコーナーパット、そしてバックを捉えた、しかしここはシェインヘイストがカットに入ります。そして TMDK2 人がこの中島克彦に対していきます。さあかわしておいて顔面ハイキック、もう一度 TMDK の2人をぶつけていったミドルキック、2連発、この TMDK の2人を倒しました。呼び込みましたよ。そうですね、マイバッハを呼び込みましたがそれには応じませんでした、うん、こういうところでね本来なら連携に持っていけると非常にいい展開になるんですけど ね、 ね。さあここで、うん、あ無理やり呼び込みましたよ、中島が頼み込んでこのマイバッハ谷口が入ってきました。そのマイバッハ谷口をおっと中島克彦がおっとかわしている。さあそしてあっと、ああ分かっていながら中島克彦に攻撃を仕掛けました。まあ強力なんかできるかっつったところでしょうね、そしてシェインヘイスト、もう一度いきます、息を体をぶつけていく、リズムよく攻撃を仕掛けていきますよね。この躍動感素晴らしいです、はい、さっきまで、ね、劣勢だったわけですからね、さあ1回転させました。そしてリング中央でカバーに入った、カウントはカウント2です。まあ中島としてもこの有明コロシアムの戦いで TMDK には敗れていますけれども、はい、まあ、その借りは返したいでしょうからね、そうですよね、早いうちに返しておきたいでしょうからね、ここで一つこの TMDK からもし勝利を挙げるということになれば、はい、再びチャンスきますよね、はい、さあこれはねグランドの攻防カット欲しいところですよね、さあマイバッハはカットにはいかない状況です、うん、いける状況ですからね、これエプロンサイドから降りました。さあパートナーの中島克彦がなんとかロープに逃れました。そしてマイバッハ谷口にはこのマイキー・ニコルスです。さあ
この青コーナーの2人が分断されました。そして再び TMDK が2人でこの中島克彦に対して攻撃を仕掛けていこうというところ。ああ後ろから来た。そして、ま、もう一度後ろから来た。2対1だとちょっとこれ中島苦しいですね。さあ合体攻撃 TMDK が中島克彦を痛めつけていく。片指固めカバーに入った。カウントはおっとマイバッハ谷口がレフリーを引き落としました。カウントは2で終わっています。さあマイバッハ谷口がマイキーニコレスに向かっていく。これ今レフリーを落としてなかったらカウント3に立ってたでしょうからね。さあバックを捉えている。さあマイバッハ谷口が今度はシェイン・ヘイストに。おっとここで青コーナーの2人がその息が合ってきたか。ますかねダブル。さあダブルの攻撃を仕掛けていく。まずは中島克彦そしてマイバッハ谷口、うん、中島克彦のサポートを受けてのど輪で落とした。さあカバーに入る。ただレフェリーがいない。レフェリーがいない。まさに自業自得となってしまいました、うん、マイバッハ谷口しし、ね、そして今度はサスマタを用意しました。2種類あるうちの1種類。さあここは中島克彦がそのサスマタ攻撃をさせまいとしています。奪い取りました。そして場外に落としました。トラフィック至近距離2連発3連発4連発。今度は違う種類のサスマタを用意した。さあそのサスマタを使って中島克彦を捉えた。中島克彦はまずは捉えている。その中島克彦をさすまたでニュートラルコーナー上げていきます。これはね使わせないならお前をどけるぞ、ということですよ ね、 そうですね。さあこのさすまたを使って中島和彦を投げ飛ばしておいて、そしてあーとマイキーにこれ入ってきた。さあ大荒れに荒れてまいりました。中島克彦がティーム DK の2人から再びスリーカウントを聞いてしまうのか。カバーに入った。有明コロシアム同様このディファー有明でもスリーカウントを聞いたのはこの中島克彦。最後は3人に攻められる形になりました中島克彦です。ちょっとこれね、はい、中島にとっては災難の試合になってしまいましたね。そうですね。まあこれはパートナーが悪かったと言っても過言ではありません、はい、中島和彦です。そうですね。なんとかねこう試合を成立させようと頑張ったんですけどね、はい、ただこの GSC タッグチャンピオンその力をこのリファ有明でも見せつけて来年を迎えるということになりました。来年は1月5日後楽園ホールでこの TMDK の2人は大日本プロレスの関本岡林との、まあ、ノンタイトルなんですけども、はい、タッグマッチが待っていると。そうですね。非常に強敵ですよね、過去に、ね、最優秀タッグ取ってるチームでもありますからね、はい、その2人との戦いからこの TMDK の2014年の戦いが始まります。放送席の前エプロンサイドで話をかけましたこの TMDK の2人です。メリークリスマスというメッセージをファンに残してこの TMDK リングを後にします。まさに大活躍大躍進の2013年となりましたこの TMDK マイキー・ニコルスそしてシェイン・ヘイスト笑みを浮かべてそして花道を歩いていきます。 GSC タッグチャンピオンそのベルトを手にしたまま2013年を終えることができましたこの TMDK。 来年2014年どんな躍進がこの TMDK に待っているんでしょうか。勝負タイムは15分02秒。